犬にゃん。フロントやな。全ポコ F だね。全ポコ F。 お前、もうちょっと大きくなったら全ポコ F って習うから。勇ましポカポカだよ。ってことはさ、火の鳥じゃない？勇ましだから。やっぱ火の鳥だ。やった、火の鳥と大吉あるぞ。これさ、超能力アップじゃん。だけどね、負けたことあるのよ、これね。おお、すごいでしょ。これだ。能力めっちゃ上がる。2枚目のメダルをスキャンしてください。大吉でしょ、これ。スペシャル、いいね。2枚目のメダルをスキャンしてください。スペシャル、この業界でよければ決定ボタンを押してください。顔、天ぷらがいるぞ、天ぷら。でもお前、むしゃくし使いたいんだっけ。お前好きでいいよ。丸見えチーズ。メダルを取ってください。3分目のメダルをスキャンしてください。これ天ぷらだったっけ。スペシャル天ぷら。3分目のメダルをスキャンしてください。こっちだった。スペシャル、この業界でよければ決定。めっちゃ容器あるよ。でもね、めっちゃ容器あっても負けたことあるんだよ。インパクトラップあってな。大丈夫だよ。だってさ、今の利用力めっちゃアップがあれば、めっちゃ勝てる確率アップだ。いやー、お前、ところがね、罠があったんだよ。あれがわかるよ。これ誰？モテヤマスとか。七二人やもん。ローブシャッコーだった。ローブシャッコー。インパクトラップだ。インパクトラップだ。アルミエチーズもある。これで勝てなかったらおかしいぞ。速い、めっちゃ速い。頑張れ。あ、大丈夫そう。もう大丈夫かな。あ、赤出そう。普通に決まります。急に終わったな。ガーディアンズ、また200円だけか。ガーディアン追いかけてたの忘れてこんなになっちゃった。これはね、たくさん容力あってもね、なんかね、負けたことあるんだよ。そりゃパップのやり方悪かったんじゃない誰と戦ったの。いや、いろんな、なんかもう攻めてください。そんな2枚じゃ足んねえよな。これさ、みんなさ、ゴールドのメダルなんか当たんないんだから。ゴールドじゃ足んねえよな。中央当たり、あ、つむじかずだ。これ出そうだね、むしゃくしに出る。意外につむじ、これつむじかずって誰？七福神。固定さん。大きいチャージし放題だって。つむじかずし放題だ。この妖怪でよければ決定ボタンを押してください。この妖怪でよければ決定。基本入ってる。違う、こっちの
この妖怪でよければ決定ボタンを押してください。容器をチェック。こっちのシルバーとか、あ、でもあれか、それあれが入ってるの、まあいいんじゃない。フーニャンに入れてみて。じゃあフーニャン大体火の鳥入ってる。この妖怪でよければ、あ、それでいい、それでいい、それでいい。火の鳥どうせ入れられる。この妖怪でよければ決定ボタンを押してください。セーブに失敗しちゃった。まあいいか。容器をチェック。この妖怪でよければ決定ボタンを押す。この妖怪でよければ決定ボタンを。これでまたあれじゃん、ホットで混ぜてなんか作ろうぜ。